札幌の丸いまい札幌本店。去年は開店前におよそ4000人が並びましたが、今年は前年の2割ほどで、静かな1年のスタートとなりました。恒例の福袋は混雑を避けるため、先行販売や事前予約を行い、専用のカウンターで引き換える方式にしました。およそ1万2000の福袋のうち、人気の食料品を中心に4割ほどが予約済みということです。いつもの並んでね、結構買えるか買えないか心配なんですけど、予約していると安心して買い物に来れるので。お菓子と果物とかを、はい、予約しました。今回みたいな方がすごくスムーズに、はい、買い物できていいなと思います。